綺麗な曲ね。素晴らしい。さすが世界に通じる超一流ピアニストの演奏。いいもんだな。日の辺は演歌一直線ですもんね。うん。腕だけじゃなくてスタイルも超一流だな。もう編集長ったらどこ見てるんですか。まあいろいろとな。できました。うわ、ご苦労さん。ピアノコンサートなんかでよく盛り上がれますね。ねえ、知ってる？鍵盤を叩く力って結構なものらしいわよ。だからピアニストの指先って硬いんですって。シラウオのような指だと思ってたけど意外っすね。で、このピアニストからお呼びがかかったんだ。我が街道通信社に。チケット？船の上でのコンサートにお食事付き。ま、お金持ちの集まりみたいだけど。でもどうしてそんなパーティーにうちが？それが分かんないのよね。細かいことは気にしないの。ごちそうしてくれるって言うんだから素直に甘えちゃおう。というわけだ。銀や、今度の日曜開けとけよ。あ、はい。あれこれ深く考えない。編集長からのボーナスだと思っていけばいいの。ボーナスね。我が社から行けるのは5人。今出席が決まってるのは編集長と石橋さん、それに俺か。あと2人。船の上でパーティー？あー、こないだすっぽかした穴埋めといっちゃなんだけど。へえ、私が行ってもいいの？もちといっても自分の金で招待するってわけじゃないけど。分かってますとも。その招待状をくれたテレサってピアニスト、スペイン人じゃなかったかな。マサ知ってるの？テレビで 2,3 回見たことがある。これでも結構詳しいんだぞ。その顔でクラシックピアノ？いないね。おいおい、そりゃないだろう。あ、そうだ、じゃあマスターも行こうよ。あと一人空きがあるんだ。いやいや、パーティーなんて俺の柄じゃないから遠慮しとくよ。それにのこのこついてってまた笑われたんじゃかなわないからな。ということはあと一人か。で、もう一人は誰にしたの？内緒。ほらね、教えないでしょ。なんか若い女の子らしいわよ。途中で待ち合わせしてるんですって。お前の席は後ろ後ろ。お前って、そういう子がいるんだ。知ってた？ね、パーティーに着ていく服なんてないから制服で来ちゃった。大丈夫大丈夫、制服でどうぞって招待状に書いてあったから。あんなことより早く乗った乗った。相変わらずね、お兄ちゃん。でも銀屋に妹さんがいたとはね。ないです、よろしく。こちらこそよろしく。ゆりちゃんと銀也くんがデート？まあまあ落ち着きなって大見さん。デートかなんか知らんが、船の中で開かれるディナーショーに行ったって話さ。たく、ディナーショーって柄ですか銀也くんが。普段コンビニの弁当しか食べてないくせに。ゆりちゃんも本当は銀也くんなんかとは行きたくなかったんだろうな。わかるわかる、ゆりちゃんの気持ち。嬉しそうだったよゆりちゃん。昨日も妙にウキウキしてたし、若いっていいな。分かってませんねマスター。それは単にディナーショーに行くってことが嬉しいだけで、別に銀也くんと行くんで浮かれてたわけじゃ。
そうかな、喜んでついてった風にしか見えなかったけどな。くそー、ユリちゃんを誘うなんて銀矢は人間じゃないケダモノだ。おいおい、大事に扱ってくれよ。くそー、僕も連れてけ。本日はお忙しい中、テレサセブンコータの日本公演を記念するパーティーにご参加いただきありがとうございます。これより乗船を開始します。こりゃ平服って言ってもちょっと俺たちには場違いって感じだな。しなくちゃね。たまには兄貴らしいこともやるんだ。こんな素敵な船に招待してくれるなんて。私普段おじさん夫婦と暮らしてるから気を使ったのかな。おじさん夫婦？あ、おじさんって言っても私には親同然、暗いところなんて何もないの。ただ兄貴はあの通り気楽に生きてるもんだから、たまに会わないとこっちの方が心配で。というわけで、あんな兄ですが、よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞ。ん？どうした黙り込んで、気分でも悪くなったのか。わからないんですよ、俺たちがこのパーティーに呼ばれたわけが。わけなんて考えるな、んなもん考えてると酒がまずくなるぞ。え？誰？あの人がテレサよ、テレサセムンコータ。すごい綺麗な人。テレサさんにはすまんが、やはり俺は演歌だな。しかも船の上、波に揺られながらとくればなおさらに。おお、おお、甲板にパチスロ機が。甲板にパチスロ機が？どうしてそんなところに？それがわからねえんだよ。どう思う銀矢？どう思うって言われたって。カイドウ通信の方々ですね。いかがかしら本日の料理は。テレサセブンコータ。
音無銀屋さんですね。はい。どうして俺のことを？あなたの書いた記事を読んで興味を持ったの。あなたの記事にひたむきな思いを感じたの。あなたもパチスロやるの？はい。どんな打ち方をするんでしょう、この指で。パチスロのリズムとピアノのリズム、ピアノとパチスロは似てるわ。この指で確かめてみて分かったの。触ってみて。パチスロはリズムよ。私との勝負受けてくださる？勝負？俺と？私がルールを説明します。場所は甲板に設置された特設パチスロ機。時間制限なしの一本勝負。先にビッグを引いた者の勝ち。そしてこの船に乗っている人全員がギャラリーってわけ。いかがかしら？銀よ。いいでしょう、受けます。おい銀や、大丈夫なのか？あんな安請け合いしちゃって。お前さんはパチスロ氏の記者であってスロッターじゃないんだぞ。理論だけ知ってたってそう簡単に勝てるわけないだろう。もし負けたら我が怪盗通信の。テレサさんはピアニストでもあると同時にすごいスロッターだと思います。指先を触ってみて分かったんです。だから俺はテレサさんの挑戦を断るわけにはいかないんです。それが今日怪盗通信がここに呼ばれたことに対する俺の答えです。お兄ちゃん。ではミス・テレサの希望によるスペシャルプログラムを始めます。対戦するのは怪盗通信の記者音無銀也。なおゲームの模様は後方の大型スクリーンに映し出されます。先にビッグを引けば勝ちということは、いかにドラムを早く。揺れてる。そうか、ここは船の上。係留してるとはいえ波の揺れがあるんだ。こりゃ結構厄介だぜ。準備はよろしいでしょうか？はい。はい。それではスタート。さあ始まりました。先にビッグを出すのはテレサか、それとも音無銀也か。目押しだ。いいぞ銀也。編集長さん、お兄ちゃんが勝ってるの？いや、それはまだわからん。くそ、子役しか来ねえ。何？テレサが目を閉じて打っている。なんだって？打ち方ができるのか。テレサ、子役を連続的中です。目をつぶってできるの？私も今それを。編集長、ピアノを弾くのと同じ感覚で体でリズムを取り、耳でマシンの音を聞いて叩いているとしか考えられん。くそ。銀屋にリチミが来た。よし。しまった。もったいない。
い。船の揺れで指を滑らせたんだ。銀也、落ち着け。落ち着けば勝てる。ダメだ、撃てない。時に強く、時に弱く、波も一定のリズムを刻んで動いているわ。リズムに逆らってはダメ。まるでピアノだ。出た、テレサも臨死目だ。彼女は波を味方につけている。お兄ちゃん、トナシも目をつぶったぞ。リズムだ、リズムに身を任せろ。やった、お兄ちゃんの勝ち。テレサさんより一瞬早かったわ。いや待て、違う。レギュラー出ました。ミス・テレサがビッグです。ゲーム終了。おお、負けた。乾杯です。自分の負けを認めるなんて紳士的ね。今日は船の上というハンデが私に味方したのかも。今度は船の上ではなく、もっときちんとした形であなたと勝負したいわ。じゃ、お開きの時間だ。帰ろう、銀也。へこんでないかな、銀也のやつ。大丈夫よ、お兄ちゃんなら。そうね、一度負けたくらいでへこむような銀屋じゃないわ。変わった紙飛行機だな。え？俺ガキの頃からその折り方しか知らなくて。でも結構よく飛ぶんですよ、そいつ。お前さんだって波の揺れで負けたとは思ってないだろう。テレサさんは感覚で勝った。自分のリズムを信じたんだ。お前さんは頭に詰め込んだ理屈で負けた。理屈？そいつが今日の勝敗を分けたんだ。強いスロッターはみんな個性を生かして戦っているということだ。パチスロの知識が多い分、そいつがお前さんの邪魔をしたんだ。正直勝てると思ってたんだろう。今回はライターとして負けたことも逃げないで記事にするんだな。それでこそお前の書く記事は本物になる。で、我が街道通信もメンツが立つってか。お兄ちゃん、残念だったね。ああ、残念だった。でも今はなんかすっきりしてる。負けてすっきりしてるか。ちょっと会ってない間にお兄ちゃんなんか大人になったね。からかうなよ。からかってなんかないよ。え？あ、じゃあきっと俺もいろいろ苦労したからだ。どんな苦労なんだか。そのうち教えてやるさ。驚くぞ。何聞いても驚きません。銀や、帰るぞ。ウィース。まい、走るぞ。うん、待って、お兄ちゃん。お兄ちゃんってば。I'm
歴史、記憶、憎しみ、過去、スロッター。次回、未来、俺の指が時を止める。